僕は大学病院の研修医、斉藤です。延命治療をするのかどうか、日本の医療の現実がわかる話です。主人公斉藤は有名大学病院に勤める研修医。作中では大学病院や医療現場の驚くべき実態を描いている。研修医の斉藤に初めて担当の患者がつく。金子俊夫、75歳、重度の肝不全の合併症で昏睡状態。意識が回復する可能性は低い。この人の生死は僕が握ってる。初めて受け持つ患者に新たな処置を施そうとするが、先輩の医師は、何もしなくていい。このままでは金子さんの容態は、これ以上の治療は無駄だ。日本の保険制度では患者の負担は少ない。しかしその医療費は国民の税金。回復の見込みのない患者にかかる膨大な治療費も国民の金。その現実に先輩医師は斉藤にこう告げる。このままでは日本の医療財政は崩壊する。無駄な延命治療は社会悪だ。そしてある夜、余命少ない患者の容態が急変する。脈がない。患者はどうにか息を吹き返す。その時斉藤はあることに気づく。髭が伸びてる。患者の生きる力を感じた斉藤は、お願いします、金子さんの延命措置を再開させてください。何度言わせる気だ。無駄な延命措置は社会悪だ。先生はあの患者さんをどう思っているんですか。先生はあの患者さんを助けたくないんですか。輸血と腹膜透析を再開します。あの患者の担当医は僕です。治療を再開すると、家族が再びお見舞いにやってくるようになった。家族側も延命治療を一度やめたことを本心では後悔し、顔を出せずにいたのだ。しかし金子俊夫、去年75歳、斉藤は家族からある言葉をかけられる。じいちゃんはいい死に方をしました。最後までありがとうございました。そして先輩医師はある言葉を斉藤にかける。この先、今回のような患者にはいくらでも出会うぞ。先輩医師は言葉は反対していた。しかしその目には涙が浮かんでいた。あの子は漫画を読まない YouTube が解説。今回紹介した漫画や50作品以上の名作漫画が順次登場予定。チャンネル登録と評価をお願いします。約束ね。